明智光秀最後の日々、実録本能寺の変、光秀の動きを時系列で追ってみました。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、光秀最後の日々について紹介していこうと思います。天正10年1582年、織田信長の武将、これと日向守明智光秀は、主君信長より中国地方への出陣を命じられます。羽柴秀吉の毛利征伐を支援するためでしたが、これより先光秀は安土城にて徳川家康の接待役を命じられていました。5月15日から3日間の予定の京王でしたが、そのお役を御免になっての下事でした。5月27日、丹波亀山城を出立し、京都愛宕大権現に参拝。当時の出陣前の作法に従い、神前でみくじを引き、別当院の伊徳院西の坊で戦勝祈願の連会を催します。これが有名な愛宕百院で、その時の光秀の報告、時は今、雨が下しるさつきから。これは本能寺に奇襲をかけ信長を討ち果たし、自分が天下を取る決意を述べたものだとされます。当時光秀の居城は近江坂本城でしたが、丹波支配の拠点として亀山城を置いていました。ここからはナレーターさんに解説していただきましょう。謀反の覚悟。28日には一旦帰城し軍勢を整えますが、6月1日の猿の刻午後4時ごろ、家中の物頭に対して、森蘭丸より飛脚あり、信長様には中国出陣の馬揃えをご覧になるとのこと、早々に人数を召し連れて上洛するようにとの上意であると告げています。これで山城の国との国境老の坂峠を越えた後、秀吉を支援するのなら靴掛けから西国街道に向かわねばなりませんが、その道をたどらず京の都に向かう理由を作りました。鳥の国午後6時ごろ、軍を率いて亀山城を出立。その後光秀は自ら軍勢を3つに分け、その総数を家臣の斎藤利光に尋ねます。1万3000はござあるべし。明智秀光など5人の宿老を呼び寄せ、この時初めて自身の謀反の覚悟を打ち明けます。宿老たちの反応ですが、口々にめでたき御子と、明日よりして上様と仰ぎ立て祀るべくこと、案のうちに候と言い、誰も引き留める側には回っていないのです。それまでの信長と光秀のぎくしゃくした関係をそばで見ていて、いつかはこうなると覚悟していたのでしょうか。老の坂を越え、靴掛けの在所で腹ごしらえをし、桂川に差し掛かると光秀は新たな触れを発します。勝ち立ちの者は新しい足中、かかとの部分がない草履を履け、鉄砲の者は火縄を一尺五寸に切り、その口に火をつけて5本ずつ火先を逆さまにして下げよ。これは臨戦態勢です。信長御前で馬揃えのためと思って従ってきた兵たちも、ここで自分たちが何のために行軍を続けているのか理解したでしょう。本能寺討ち入り。6月2日早朝宇の刻午前6時ごろ、信長の宿舎本能寺は明智勢に取り囲まれます。境内に向けて打ち込まれる鉄砲の轟音に目を覚ました信長。これは謀反か、いかなる者の企てぞと、そばにはべる蘭丸に問いかけます。明智が者と見えし候。蘭丸の無念そうな返答を聞くと、是非に及ばずとうめくようにつぶやきました。有名な場面ですが、古来信長のこの言葉は様々に解釈されてきました。しかしここはやはり、明智ならば準備に色もなかろう、わしもここまでかと覚悟を決めたと取りたいものです。信長はそれでも弓を取り応戦しますが、2、3度引いただけで弦が切れてしまいます。次に槍を持って立ち向かいますが、肘に傷を受け、もはやこれまでと覚悟し、
付き従う女房たちに女は苦しからず、急ぎまかり出よと命じて逃がします。建物に火のかかる中、最後の姿を敵に見せじと殿中奥深くにこもり自害して果てました。信長の最後を確信した光秀は、宿舎の明覚寺から二条陣屋に移って明智軍を迎え撃った信長嫡男信忠を撃ちます。信忠の奮戦は凄まじく、家中の信頼も厚かった彼が何としても安土か岐阜へ落ち延びていれば織田家の運命も変わったものをと思うのですが、これはもう歴史のたられば言っても意味のないことです。近江平定、洛中の斬敵掃討を終えると、光秀は信長の本拠を抑えるべく安土城に向かいます。途中、瀬田城主の山岡景隆、景助兄弟が味方につくのを拒み、瀬田の橋を焼き落としてしまいますが、それでも5日には安土城入城。この時、安土城留守役であった山崎片家、近江山本山城主安土貞行親子、近江の国衆、若狭の国衆も光秀に従ったので、近江平定は支障なく行われました。一方、美濃では安藤森成親子が光秀に呼応して挙兵しますが、北方を領する稲葉一徹の反撃に遭い、討ち死に。美濃の口城主西尾光則にも加担を求めますが、これも拒否され、美濃ではあまり勢力を伸ばせませんでした。注意すべきは、光秀は安土城に朝廷の使者を迎えているのです。6月7日、到着した使者は、ドンスの反物などを光秀に送りました。朝廷としては、形勢を見ながら、一応光秀にも吉見を通じておこうとしたのでしょう。このあたりまでは、天下の行方はどう転ぶともわかりませんでしたが、このあと、一気に潮目が変わります。秀吉中国大返し。6月9日、安土から上洛した光秀は都に入ります。秀吉が西国から取って返すとの噂が広まっていたので、その対策のためでした。光秀は天皇と親王に銀子500枚、京都御山の寺院と大徳寺には100枚ずつ、朝廷との仲を取り持っていてくれた吉田神社の宮司吉田兼美には50枚を進呈しています。寺院に対しては信長の供養料の名目でした。急に朝廷に接近しだした光秀ですが、その裏は自分が旗揚げすれば当然駆けつけてくると思っていた武将たちの反応が鈍かったからです。光秀は9日付で姻戚関係にある細川藤隆忠興親子に田島若狭2カ国を与えることを条件に、自分に合力するよう求める自筆書状を送っています。帰ってきた知らせは、親子が信長の死を悼んで髪を切ったというものでした。ついで当てにしていた筒井純慶も一時はいい顔をしたものの、結局自分の居城に籠城してしまいます。このあたりから形勢ははっきり光秀に不利になってきました。四国征伐に向かうはずだった織田信孝、信長の三男は、帰化の軍勢は崩壊したものの、丹羽長秀と呼応し、光秀の娘婿である津田信澄を討ちます。茨城城主中川清秀、高槻城主高山重友に対する工作も失敗し、彼らも池田城主池田恒興と共に、秀吉や信孝に組みする動きを見せます。そんな中、返事を知ってかわからずか、一日で毛利との和睦を成立させ、山陽道を引き返してきた秀吉が、9日には姫路を発して、摂津天ヶ崎に迫っているとの知らせが入ります。2万の大軍を率いる戦上手の秀吉に出てこられては、光秀の胸中に焦りが生じ始めました。光秀の集落。11日、秀吉軍迫るとの知らせを受けた光秀は、下鳥羽に出陣し、迎え撃つため淀城の修築を始めますが、いかにも遅い。12日、秀吉軍は摂津富田に着陣。池田恒興、中川清秀、高山重友ら摂津州の武将、堺泉州の天王寺や宗牛ら商人たちも続々と駆けつけ、はっきりと形勢は固まりました。
ここに来て光秀はようやく将軍足利義昭を奉じることを決断しますが、義昭が身を寄せる毛利氏は秀吉と和睦が成立していましたので実効のあるものとはなりませんでした。13日、美濃国午前10時ごろ、信孝と合流した秀吉は山崎に布陣、光秀も御坊塚に本陣を置き、斎藤利三、柴田勝貞らを先手としますが、明智勢16,000、対する秀吉軍は40,000を上回る勢力でした。激しい雨の中始まった決戦でしたが、陣馬の数で勝り、謀反によって殺された主君の意地を押し立て、温故の家臣が弔い合戦を挑む、この構図にはなかなか勝てるものではありませんでした。明智軍は総崩れとなり、光秀は近くの昇竜寺城に逃げ込みますが、真夜中闇に紛れて羽柴勢の重包囲を突破し、本拠地坂本城を目指します。しかし伏見の小栗栖あたりまで逃れたところで土民の突き出した槍に倒れ、最後を迎えました。挙兵からわずか14日、あまりにも目まぐるしい光秀の最後の日々でした。残る違和感、これが戦国の謎、本能寺の変での光秀の行動ですが、どうにも違和感が拭えないのです。信長の光秀に対する仕打ちや神仏を恐れぬ所業に、この男生かしておいては世のためにならぬと思ったのかもしれません。しかし信長を倒した後どうするのかが見えてこないのです。信長亡き後の権力の空白を光秀が引き受ける覚悟があったのか、自分にできると思ったのか、あの頭がよく緻密な思考のできる光秀にしては合点のいかぬ謀反でした。ここから誰かに踊らされていたのではないかとの疑念が生じるのですが、今となっては全ては藪の中です。今回の動画はいかがでしたでしょうか。来年の大河ドラマ麒麟が来るでこの辺りがどのように描かれるのかが楽しみですね。サブチャンネルでこの後も光秀が生き残って僧侶天海となり徳川家康を支えたという動画もアップしていますので、興味のある方はこちらの右上のおすすめから見られますので、もしよかったら見てみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の上にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてください。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いします。